っぱい作ったけど、まだ余りもあるし。もっと作りたい！じゃあ、ここにある余ったプッシュポップシートと、じゃん！この別売りの鈴とボールチェーンを使って、楽しくてとっても可愛いキーホルダーを作っていくよ！よし、じゃあ作るぞ。もうね、アイディアはあります。かわいいキーホルダーにするぞ。これをこうして、よいしょ。おお、いい感じ。こんな風に箱型にしてみたよ。ここにじゃじゃーん、物売りの鈴を用意してみたので、中に入れていきます。えい、おお、いい感じ。最後はこのパーツ、よいしょ。見て見て、サイコロ型の、しかも鈴の音が鳴るキーホルダーができたよ。ということで、これまた私が用意したボールチェーンをつけてみよう。完成！カラフルで可愛いし、すると音が鳴るし、最高じゃん。カバンにつけて持ち歩いたり、お友達にあげたりするのもいいね。プッシュポップライフは現在発売中。みんなも自分だけのオリジナルアイテムを作って。